目標達成に向けた正念場の都市で年度となりますまたですね、次の飛躍につなげる年度と言い続けております JR 四国は、中期経営計画2025の目標達成に向けた新年度の事業計画を策定しました重点項目としては、鉄道事業の収益の維持拡大を目指すほか、駅の無人化やデジタル化など、業務の見直しを進めるとしています。 また非鉄道事業における最大限の収益拡大を掲げていて今月22日に開業した JR 高松駅の駅ビル高松オルネの集客に向けた取り組みを推し進めます高松オルネには開業から3日間でおよそ12万人が訪れたということです 少し計画を上回る数字で、順調に推移しておりましてですね。まあ、スタートとしては、上場のスタートが切れたと思っています。駅ビルの収益拡大や鉄道・ホテル事業の回復を見込んで、新年度の営業収益は前年度より三十六億円高い。五百三十二億円を目標にしています。